2007年度のカナダの15歳の49歳における HIV 感染率は0.4%である。2007年9月にカナダのカルガリー行われた第13回の AIDS Walk for Life に参加する5ァイブスター・フェア本校ではカナダにおける HIV、AIDS について述べる。カナダ国内において AIDS 患者が初めて発見されたのは1982年のことである。 それから2005年までの間におよそ5万8000人が HIV、エイズの患者となっているが、このうちの1万5000人は自身の感染状況を把握していないと推測されている。なお、感染者の総数は年間2500人ペースで増加を続けているが、死亡率はハート療法などを含めた医療技術の発展により減少しつつある。新規の HIV 感染者が 最も多いのは、ゲイ男性の社会コミュニティである。また、女性の感染者は、全体の20%、新規感染者の27%を占める。一方、HIV 感染率が最も急速に高まっている、社会グループはカナダ先住民であり、2005年度の新規な患者のうち9%を占めている。カナダ政府は、連邦政府主導の HIV、 エイズに対する取り組みとして、社会的弱者の擁護、研究、監視、国民意識、評価などを介して、HIV、エイズの予防と支援プログラムに資金供給を行っている。なお、この取り組みはカナダ保健省、カナダ保健研究機構、連邦共生局の3部門による共同作業で進められている。ありがとうございます。